はい、皆さんこんにちは、パネルグルフィジです。では今回は継続の決断法バブキットヤマトドコーリベンジ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、インド洋に陽動をかけてたびたびインド洋に侵入してきていたイギリス軍を一旦撃退しています。で、今回はですね、再びアメリカ軍が太平洋に艦隊を集結しつつあるので、これをね撃破して一気に太平洋での制海権を獲得していきたいと思っています。で、今回の攻略目標はですね、まずは中部太平洋、ここに3個艦隊が入ってますね。で、あとですね、マーシャル沖にもね実は艦隊が入っていて、こっちの規模も結構侮りがたいものがあって4個艦隊が入っています。戦艦部隊も硬いからね。で、空母もしっかり入っていると。で、それだけじゃなく、ミッドウェーにも後続の5詰めの艦隊が入ってきていて、もちろんハワイには修復中の艦隊があるということで、一気にハワイまで攻略していかないと拉致が開かないねというふうに思っています。なので今回はまず中部太平洋、マーシャル沖、さらにミッドウェー、そしてハワイという形で順に攻略を行っていく、その第一弾作戦ということでやっていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。マリアナ沖から主力第一艦隊、第一艦隊だ、空母の方ですね、艦載機の割合を少しいじってまして、艦載機でいうと護衛機の数を、気持ち増やしました。やっぱりね、敵の空母と交戦した時に撃ち落とされてしまう数がちょっとあまりにも多いと、これだと戦力の回復がままならないよねということで、で、護衛機の数を今までより約倍に増やしました。で、今回投入する戦力はその空母艦隊、2隻の空母からなる空母艦隊に従順の艦隊、さらに潜水艦も投入しています。で、艦載機に少し余裕が出てくれば、今の2隻体制の空母から3隻体制、さらに4隻体制というふうにしていきたいと思いますので、アルミ資源のね、安定供給というのもしっかり、目指していきたいと思っています。では時間を進めましょう。まずは中部太平洋に侵入です。だは、先にトラック沖に侵入してきたが、どうする。トラック沖まともにぶつかるのは嫌だからな。とはいえこのまま見送っているとやられるだけなので、逃げる艦隊、攻める艦隊という形でいきましょうか。逃げる艦隊の方はね、もうとにかく絶対に撃ち落とされてはいけないということになりますからね、撃沈されたらもうそこで終わりですからね。早速敵の艦隊、ああここか。空母がいるのは間違いないね。護衛機がこんだけ飛んでる、爆撃機がこんだけ飛んでる、空母だ。空母にダメージが与えられていないか。潜水艦はもうすでに全滅だな。雨が降ってるこのうちに敵の空母に近づきましょうか。雨が降ってる今のうちに敵の空母に一撃を与えておきたい。雨が止んじゃったな。
ここはしっかり操船して空母を仕留めていく。よし、空母を仕留めた。空母がまだどっかにいると思うんですよね。なのでその空母をね、仕留めに行きましょう。すり抜けたね、こっちの魚雷を。敵の偵察機が飛んでるということはまだ艦隊がどっかにいるな。問題はその艦隊がどこにいるかですね。ここにいる戦艦部隊だ。これで撃ち合うのはバカバカしい。撤退しましょう。では時間を進めていきます。トラック置きは撃退はできましたが、潜水艦がねやられてしまっているので潜水艦の補充はやっていきましょう。さあ中部太平洋だ。ここでしっかり勝ち切らなきゃいけないので勝ち切りに行きましょう。夜明けとともに出撃して一気にね、敵の全戦力を排除していく。まずは敵基地攻撃を行っていきます。少しね、先ほどお話した通り艦載機の割合を変えて護衛機を増やした分火力が落ちてるとは思うんですけどね。よし、任せちゃいましょう。ここまで来たら少しダメージが出てしまってるのがやっぱり敵のね、艦隊に突入した従順部隊がダメージ出てますね。あとは敵の空母がまだこの辺りに潜んでると思うんで、その空母を仕留めないといけないかなってところですかね。敵の直縁が待ってるということは確実にこの辺りに空母がいますよね。潜水艦を2隻を派遣しましょう。急いで。
撤退していったか。そうだよね、敵の方は正規空母を取り逃してるよね。まあ何隻か、味方の方は従順を2隻、潜水艦を1隻、まあ警備といえば警備ですかね。で、失った潜水艦の戦力はトラック沖に早急に回復させましょう。お、井上さんが元帥に登ったか。やるな。原さんが大将。まあ、空母に乗ってると戦果はどうしても上がってきますよね。まあ、どうしてもって言うと、なんかあまりいい言い方じゃないですけど、すごく上がっていきますね。さあ次はマーシャル沖。いや、先にミッドウェイ。いやー、どうする。ミッドウェイからハワイ攻略して、ハワイで蓋をして残りの艦隊を駆逐しましょう。よってミッドウェイにします。で、艦隊の方ですが、先ほど壊滅した潜水艦隊、これを再建しなくてはいけないので、再建していきます。で、これをね、トラック沖に入れておきましょう。で、今回は、今後に備えて、空母と天下無双型の2番艦。天下無双の次何でしょうかな。古今無双とかにしますか。天下無双の次は古今無双。で、あとは洋上要塞型の空母ですね。おお、むちゃくちゃアルミが手に入っている。こういうことなんだよな。そしたら直縁。爆撃機。そして今力を入れている護衛機。雷撃機。まあ、偵察機もね、必要になってきますので、偵察機と。バランスよく生産しておきます。いや、だいぶ余裕が出てきたね。で、ミッドウェイに攻め込むにあたって艦載機の補充をしましょう。偵察機がボロボロだな。まあ、偵察機はね、最初に敵に発見されて抗戦することになるので、まあダメージが出やすい、まあ、そういうものにはね、なってしまってるかなと思いますね。偵察機がことごとく撃ち落とされてるもんね。そしたらもう一隻空母体制に移行できそうなので、空母をトラック沖からおびき寄せるじゃないね、呼び寄せましょう。空母がどこにいるかな。今空母は中部太平洋レイテ、レイテにいますね、今ね。あ、レイテにいるのはインド洋に向かってるね。ごめんなさい。そうするとどこにいる？マリアナ沖ですね。ごめんなさい。マリアナ沖にいます。ここにいる。この空母を、そうだな、もうマリアナ沖に艦隊を置いていく必要がないので、マリアナ沖にいる艦隊は一度日本に戻して、艦隊の再編を行いましょう。で、天城。ここに艦載機を、ドーンと。長距離の護衛機が爆撃機になってんだな。まあでもこれで150機体制だから申し分ないかな。ただここは直縁に変えます。これで150機体制。で、巡洋の方も艦載機を乗せちゃう。で、第2艦隊を
一度中部太平洋に入れますか。で、中部太平洋に入っている艦隊は、このターンは我慢させましょう。第6艦隊をどうするかだな。一度トラック沖で修復させたいよね。が、我慢してハワイまで進めるか。ハワイまで進む体力はないな。一度戻しましょう。で、ミッドウェーに入っている艦隊は、いや、それなりの規模だな。それなりの規模ですが、ここは空母艦隊だけで叩きましょう。よって、一回待ちます。あ、トラック沖に入ってきたか。そしたらこのトラック沖はね、撃退戦をやっておきます。というわけで、じゃあね、今回はここまでにさせていただいて、次回、ミッドウェイ、そしてハワイを狙っていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。